ここがあれか。じゃあこっち行けばいいのかな。おしゃれだな。新参道。階段を登っていった先にあるバーがヘイズルームよ。サイゾーっていうサマナ、そこにいてくれるといいんだけどね。サイゾーを探す。ザフィロ。バーヘイゼルーンがある。うっす。ん？視点は変えらんないか。え？お、ファッションブランド。そうなんか、その人なんか。ほがらか。よ。あら。見た目重視。なる。これは上行けんのかな。あ、行けるっぽ。サフィーロね。売ってるものはアクセサリーが多いみたい。ああ、お客さん。僕の名前はマネキン。初めての人はよく聞いてくるから先に名乗っちゃいました。その気持ちも分かんなくもないけどね。僕を見ちゃったらさ。あ、はい。まあ適当に見てってください。着飾るのは最も人間らしい行為だから。でも僕のようになれないからってショックは受けないでくださいね。あー、今日も僕かわいい。自分が大好きというか、自分しか見てないというか、商売する気もなしとは恐れいるよ。そんなありえない。ありえないよ。え、いきなりどうしたの？大丈夫？わかったぞ。君、人間じゃないでしょ。へえ、どうしてそう思うの？僕より美しい人間がこの世界にいるとは思えない。あ、そう。それはどうも。僕、絶対負けないから。適当に見てください。面白いやつだな。うん、装備か。 OK です。金がまだ2万か。まあさすがにまだ早えよな。工具は何か用ですか？アクセサリー。そっか、アクセサリーか。いや、なんかそのまだ何か用ですか？ミリアディにもつけたかったんですけど、まあしょうないか。美しい。うん、あれはそっか、悪魔から出るやつだもんな。またどうぞ。まだいいでしょう、さすがに。お、曲変わった。え？階段好きな。あー、アトラスに結構いるような一人はこういうキャラ。え？ヒロ君。お。この人知ってんじゃない？いらっしゃい。おや？
君は初めてのお客さんだね。僕はヒューズ、ここのマスターだ。ヒューズね、覚えとく。何にする？最初の一杯には口当たりのいい白ビールなんかもおすすめだよ。ごめんなさい、ちょっと人を探しているの。サイゾーって人なんだけど、今日は来てる？サイゾーくんね、さっきまで飲んでたんだけど、仕事の連絡が入ったみたいで出て行ったよ。彼が根城にしている辛口町に行ったら、もしかしたら会えるかもしれないね。今すぐ追った方が良さそうね。ありがとう。おすすめは今度来た時に。ん？かっこよかったっすね。これは出てっちゃっていいのかな？あ、こんまんま飛べんのかな。行きましょうか。辛口町。ジャック、なんか今なんか ヒーホー君のシェイクみたいなの映ってた。こっちよ。待て、見るで。人々の欲望が辛口町、歌舞伎町違うか。グレティシャスリクエスト、サブミッションみたいな。うっす。あ、え、サイゾウ、いらっしゃいませ。毎日が爆熱価格、テラマンチャへようこそ。はじめまして。おっと、これはこれはご丁寧に。私ユメって言います。困ったことがあったら何でも聞いてください。ここは何が売ってるの？生活に必要なものなら何でも。それがこの店の売りっすから。ちょっと店内は騒がしいかもですけど、ゆっくり見ていってほしいっす。デラマンチャへようこそ。ドンキだこれ。アイテム、リカーム6000円か。これは状態条件かな。うん、チョコラパウダー、あーいいなー。あー補助か、はいはいはい。トロフーリボン、なるほどです。他に何かありますか？え、お、お得意。この辺にいるってことかな。また来てほしいっす。ゆめちゃん、こっち行ってみます。ん、あ、出ちゃうのかな。ようこそ。テンション高めの男。え、ヨハネ、目白くお姉さん。情報通、探偵なんだ。ファミマだ。こっち行けんのかな。そういえば入れねえか。コンビニも入れず。こんばんは。立ちんぼのお姉さんかな。食べ放題。
信じている男。何を？え？落ち着きのない男。泰造ホスト。行ってみようか。へえ、これがクラブってやつか。あら、あなた、こちら側の方みたいね。え？驚かせてしまってごめんなさいね、風変わりなサマナーさん。はじめまして、私は銀行。サマナーの中にはマダム銀行、そう呼ぶ者もいますね。はじめましてマダム銀行、私はリンゴ。厳密にはサマナーじゃないんだけどね。それでこちら側って？ここクラブクレティシャスはクラブとは異なる別の側面を持っているのです。サマナーに助けを求めるさまざまな声が集まる場所という、もう一つの顔。なるほど、それは普通のクラブじゃないね。要はここに来ればサマナーが解決すべき事件の情報が教えてもらえるってことでいい？ええ、その通りです。わざわざ私に言うってことはやってほしいことがあるのかな？いずれお願いすることもあるでしょう。世界を救うことだけでなく、時には小さな声に応えることも肝要。リンゴさんの力を必要としている者たちを助けてあげてください。それがデビルサマナーの本分なのですから。面白そうだね。この世界の情報を直に集めることもできそうだしね。いらっしゃい。手誰と見た？銀さんと呼ばせていただこう。ここでリクエストとか受注する感じなんかね。はい。ん？探して変身グッズ。説明いたします。テラマンチ、ああ、さっきの顔見知りなんだ。実は大事なものをなくしてしまった。悪魔。私からも頼みます。ほう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 。推奨レベル6か。もうちょい先だな。お願いいたします。ああ、なるほど、トンボ返りになってしまう。もう一個あるね。この依頼はホストクラブ。うん、へー、人探しレベル5。おう、テルヤ。お願いいたします。さっきの落ち着きのない子かね。他に用はありますか？父あるぞ。あら、強い霊力の乱れを。サマナーの本文をお忘れなく。いいっすね。味すっかな。とりあえず、あ、だよね、聞いてみますか。マジですか？テルヤ、こういうのはなんか早めにやっときたいんだよな俺。一目惚れ。お願いします。ホスト側の方がだいぶ入れ込んでる感じか。探してくれってことか。クリスさん、湾岸倉庫。そうっすね。もう一回じゃ戻る感じか。サーモン、マナー、いい感じで区切ったね。デラマンチャへようこそ。あ、ちゃんとついてる。ふわ、え、
銀さんから頼まれました。実は、あ、やっぱまあそうだよ、変身グッズか。フロストダイバー、あ、アニメなんだ。いや、特撮フロストダイバー、あー、っていう体で好きなんだ。絶望っす。あー、オッケーです。とりあえずあれか、まあ、湾岸にもう一回ってことか。まあ後で行きますか。とりあえず斎藤さんを先に。ありがとうございました。これここかな、路地裏ん。また後手を踏まされたっていうの。ド派手に転がってるわ。で、どうするつもり？これから。いきなり手詰まりだな。やっぱりソウルハックしかないかな、これは。フィグに反対されるんじゃないか。大丈夫なのか。アローも言ってたでしょ、現場の判断。才蔵からコベナントを奪った相手を確認しないと。ここで敵を見失えば取り返しのつかないことにもなりかねない。時間がもったいない、始めるよ。周辺の警戒よろしくね。プロテクトを限定解放、術式ソウルハック。シーケンス、スタート。死ぬかと思った。お姉さん、怪我はないかい？ ありがとうございました。もう冗談ばっかり。たまには真面目なこと言えないの？そりゃ難しい。これでも子供の頃の夢はコメディアンだったからな。アッシュ、ああ、くそ、
泣いてる顔も綺麗だな。ちゃんと言えばよかった、やり直そうって。才蔵だね、迎えに来たよ。へえ、こりゃまた随分と可愛らしい死神さんだな。死神じゃないってば、むしろその逆。私はリンゴ、アイオンのリンゴ、世界の終わりを止めるもの。あなたを連れ戻しに来た。つまりそんなすげえお姉ちゃんが俺の人生の終わりも止めに来てくれたってわけか。そういうことねえ、サイゾー、あなたこのまま終わっていいの？やり残したことあるんじゃない？終わりだ、まだ俺はあいつに何も言ってねえ。くたばるにしてもしっかり伝えてからじゃねえとな。だったらもう一度やり直すチャンスをあげる。私の手を取って、サイゾー。俺だって様名だ、死神と契約するぐらい。だから死神じゃないってば。マジで生き返るとはな。嘘でしょ。サマナー生活も割と長いけど、自他共にこんなこと初めてだ。デビルサマナーの力は関係ないもの、アイオンの技術だから。アイオンね、まあその辺は何でも構わねえよ。話が早くて助かるよ。実際に俺は生きてる。いいことは積極的に信じるたちなんだ。ミレディに、そちらさんはごめん、名前が思い出せない。タローだっけ？アローだ。あんたらファントムのサマナーだろ。一度殺しておいてどうしてまた俺のこと生き返らせたんだ。言っちゃなんだが、俺にそんな価値があるとも思えねえ。そこには事情がね。スパイに裏切り者、なるほどね。皆様いろいろ訳ありの模様と。今のところどんな組織にも属さない独立遊撃隊と思ってくれて構わない。了解、そっちの方がこちらとしても都合が良さそうだ。単刀直入で悪いが、あんたからコベラントを奪っていったのは仮面の男か？実際に持っていったのはそいつに付き従っていた神器臭い男だ。ボディーガードと呼ぶにはいささか物々しすぎる雰囲気のな。ゼノンか。そのコベラントってのが何なのかはよく知らねえが、あんたらもあれがお目当てかい？それだけじゃないけどね。現在鉄仮面のもとに3つのコベラントが集まったと見るべきね。俺をぶっ殺した連中がファントムソサエティだってことも知ってるんだな、あんたら。できれば殺される前に駆けつけたかったんだ。悪いな、隙をつかれちまってよ。それよりサマナーの女を見なかったか？少し疲れた顔をしちゃいるが、黒が似合う美人なんだが。ソウルハックで見た、サイゾーが死んだ時にそばにいた人かな。ううん、あなたの死体を見つけた時には誰も。相手もアッシュを使ってくるあたり
やることが徹底してるぜ。もし才三がファントムソサエティを追うなら一緒に来ない？乗った。即断だね。ファントムには貸しがあるからな。少なくともそいつを取り立てるまでは力を貸すぜ。じゃ決まり。アローたちもそれでいい？構わない。戦力は大いに越したことはないしな。私も依存はないわ。情報共有のためにまずはセーフハウスに戻ろう。あれ、おい、大丈夫かよ。なんだろうこれ。フィグ、ちょっとそっちで見れる？トレースします。神経系に異常を確認。脳波に未知の乱れがあります。あなた、またソウルハックを？ごめん、クレームは後ほど。おい、しっかりしろ、リンゴ。こういう時はどうすりゃいいんだ？病院でいいのか？目立つことは避けた方がいいわ。急いでセーフハウスへ。フィグ？皆さん、リンゴが目を覚ましました。そっか、フラッとした後に意識を失ったんだ私。はい、それで至急帰ってきてもらったんです。いや、びっくりしたぜ。アイオンも気を失うんだな。俺もリンゴが人間みたいに気を失うとは思ってなかったからかなり焦った。もう大丈夫なのか？ごめんね、心配かけたみたいで。今の私はボディがあるから人間みたいな症状が起きることがあるのかもしれない。リンゴ、今回の件についてフランマから呼び出しがかかっています。何か気づいたことがあるのかもしれません。フランマが言うには、サマナーの皆さんも連れてアクシスに来るようにと。みんなをアクシスに連れて行くの？大丈夫？事態の緊急性を鑑み、そのような判断が下されたのかもしれません。オッケー、それじゃあ早速行こうか。待ってください。戦闘準備を整えてから来るようにとのことです。何それ、アクシスで戦闘するってこと？意味がわからないんだけど。私も詳しいことは。フランマ、アクシス。何にせよ行ってみるしかないんじゃない？結局それが一番か。そういうわけでみんなちょっと付き合って。それは構わないけど大丈夫なのか？うん、今は何ともないよ。悪い、戦闘になるっていうなら慢性レルムに寄ってくれないか。準備しておきたいんだ、いろいろとな。そうだな、今後も必要になるだろうし。すみませんリンゴ、私は別行動でお願いします。少しやっておきたい準備があります。うん、そっちも了解。じゃあ私たちは慢性レルムに集合ね。おお、慢性レルム、ここであれかな、武器とかかな。というわけで、あ、最初見てみよっか。トミーガン、何使ってるんだろう。稲葉白ウサギ、ヤソイナバ。あ、ジオなんだ。あー、かぶりか。ってことはザンかな、ガルかな、いないのか。シップ系がおらん感じか。うん、なるほどなるほど。俺、紫のやつなんだろう、呪殺かな。
ハマがないのかね。うん。OK。とりあえずじゃあ、あれですね。サイゾーと合流したということで、一応フルメンバーになるんですかね、これで。OK。あれどうしよっかな、リクエスト。ああ、こう出るのか。やりに行ってもいいけど。うん。まあ、そこはちょっと、じゃあ。折り折り見ていこうかなと思います。あの黒髪の子も気になりますね。アッシュって言ってたかな。うん、仲間になるのかな。